go, dipshit. ならず者の憩いの場って感じだな。あんたがローマ？おや、観光の方かな。ようこそハワイへ。楽しんでますか？と言いたいところだが、タコス屋のジェフから通報があったよ。バラクーダに入団しようとする不審な輩が来たってね。いや、町の危機を未然に防ごうと尽力する。彼は市民の鏡だ。抜け抜けとよく言うぜ。なるほどな。表向きはそういう体で行くのか。ジェフの野郎チクりやがって。俺たちはバラクーダに入団するつもりはない。第五地区に入りたいだけだ。お前が手引きできると聞いたんだがな。まさか。俺は第五地区の巡回担当ではあるが、そんな裏で手引きだなんて。それに君は指名手配中のジョン・ドゥー君だ。第五地区がどうのなどという話をしている場合ではないな。なあローマンさんよ、あんたにご家族は？なんだね急に。なあに、あんたくらい熱心な警察官ならさぞや幸せな家庭も築かれてるんだろうと思って言う。それはもう別品の神さんと目に入れても痛くね自慢の息子がいるよ。今年ちょうど二十歳になる。まあそういえばあいつ車欲しがってたな。5万ドルはするっていうスポーツタイプのやつ。しかし俺は白球のしがない警官だからな。もし息子の願いを叶えてくれる人がいたらいいんだけどな。いないかなそんな人。本当に5万ドルせびってきやがった。ジェフの野郎、情報は確かだったみてえだな。おいおいさあどうする、払うのか？お、まあ払わないならここでゲームオーバーだ。見ての通り客はみんな俺の手駒だ。ここで起きる出来事は全部事故で片がつく。すがすがしいくらいのクズだな。ローマ、あいにく俺たちはそんな金持ち合わせていない。だが第五地区には案内してもらいたいんだがな。なんだお前。それにこいつの冤罪も証明してもらわないとな。俺にも警察の知り合いが何人かいるが、どいつもこいつもてめえの信念のために命張るバカばっかりでな。おい近づくな。おめえみたいなのが警察のバッジつけてるのを見るとヘドが出る。来るなって言ってんだろ。おいおい危ねえな。こっちは何もしてねえのにチャカぶっ放すとはよ。Well, what are you waiting for? 富澤、行けるか？言われるまでもね。These damn tourists think they can walk all over us. Let's teach him how wrong they are. I'll teach you some respect. やんのかこの野郎。よし、やるぜ。行くぜ。 Ah!
俺の番だな。もらった。俺の番だな。俺の番か。終わらせる。掴めたんじゃねえか。よし、上昇上昇。悪くない。これが俺の真くっそー。うわっ、この富澤草ごら。何やってんだよ。何って？もう少しで収束だったんだぞ、お前。そうだな。ビビったぜ。ビビったじゃねえよ、バカ野郎。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。そっか、俺はとっくにダチだと思ってたぜ。あ、おい、それよりここどうなってる？いや、もういいや。桐生さん、俺の髪の毛大丈夫っすか？
玉かすったと思うんすけど、吐いてません？別になんともねえよ。先っちょが焦げてるだけだ。もともとチリチリなんだから気にすんな。あ、そういうこと言います？こいつ特別なオーダーしねえとできねえスペシャルなヘアスタイルなんすよ。なんなんだよ、チリチリ一体。お前はバラクーダの手先となって警察の立場を使って罪もない人たちに濡れ衣を着せてきた。間違いないな。そうだ。お前はこの二人、富澤と春日にも濡れ衣を着せたんだな。ああ、そうだよ。この野郎。富澤、その怒りはバラクーダにとっておけ。こいつはただの下っ端だ。クソ。俺に引っかぶせた容疑はきっちり撤回してもらうぜ。おかげでせっかくのハワイなのに六すっぽ外も出歩けねえんだ。いいな。わかったよ。そりゃどうも。要件はもう一つある。俺たちを第五地区に案内しろ。あんなとこに何の用だよ。観光客が行く場所じゃねえぞ。人を探してんだ。そいつは多分第五地区に隠れてる。第五地区に案内するのは不可能じゃねえが、俺にとっても危険な賭けなんだ。もしバラクーダのボスにバレたら。バラクーダのボスとやらが誰か知らねえが、俺もそこそこ怖いぜ。分かったよ。案内する。明日次の巡回があるんだ。正午に第五地区のゲート前に来てくれ。協力感謝するぜ。ハワイでの公然わいせつ罪は罰金1000ドルだったな。その金だ。5万ドルのスポーツカーじゃなくて悪かったな。桐生さん、すんません。オンに行きます。これでやっと無罪放免ってわけか。ひとまず助かったな、ローマンさんよ。富澤に感謝しろよ。